格好の卵は、誰のものは、東野敬語の長編サスペンス小説である。公文社のスポーツ月刊誌、バーサスの2004年10月号から2005年12月号と2006年2月号と3月号、月刊小説誌、小説宝石の2006年12月号から2008年2月号に掲載され、2010年1月20日に公文社から単行本が刊行された。 掲載中のタイトルはフェイクだったが単行本化に際して解題された。2013年2月13日には公文社文庫版が刊行された。2016年春にワウワウでテレビドラマ化された。元オリンピックスキー選手の明田博雅は、新生開発スポーツ科学研究所の柚木洋介から、明田不死の遺伝子を調べさせてほしいと頼まれるが、断る。 娘の風尾は、カエルの子は、カエルと言われる天才スキーヤーだが、絶対に、誰にも知られたくない秘密があったからだ。そんな時、新生開発スキー部に、明田風尾をメンバーから外せという脅迫状が届く。ゆずきが風尾の警護について警戒する中、風尾が乗るはずだったバスが事故を起こして負傷者が出てしまう。二千十六年三月十七日から五月一日まで、 ワウワウ連続ドラマ W の日曜オリジナルドラマで放送された全6回主演は土屋太志をとりありがとうございます。